はい、ママちゃんでございます。今回はですね、最近ワンちゃんを飼い始めましただとかね、シェルティ飼い始めましたっていうコメントをいただきます。おめでとうございますね。まあ、その方々向けでございますが、抱っこの仕方をねご紹介したいと思います。抱っこはですね、やり方がもちろんあります。単純にね、こうやって持ち上げりゃいいね、こんな風に持ち上げりゃいいんじゃねえかね、そういうわけではございません。ワンちゃんですね、安定していると落ち着きます、抱っこした時にね。で、不安定だとこうバランスがこうぐる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 揺れたりしますね。この揺れている状態っていうのはすごく気持ち悪いですね。ワンちゃんもすごく違和感があります。はい。で、この状態が、まあ、毎回のように抱っこするたんびに、できてしまうと、抱っこ嫌いになってしまう恐れがありますので、抱っこの仕方をちゃんとね、覚えてってください。はい。じゃあどうやってやるのかと言いますとですね、小型犬から中型犬クラスですね、の抱っこの方法なんですけども、どちらを向いていただいても結構です。ワンちゃんどっち向いててもいいです。とりあえず今こっち向いてますね、ももちゃんが。はい。そしたら向いている方と逆の手をですね、まずはこう胸に手を当てます。わかりますかね。はい。胸、はい、わかります。胸に手を当ててください。持ち上げる感じですね。はい。ね、で、今度逆の手をですね、反対側の今度は股に手を入れて、お尻まで手をやります。わかりますか。お尻まで。はい。こういう状態ができましたら、こちらの手を上にする、上で、お尻の手を、まあ、ちょっとこう支える感じで持ち上げます。よいしょ。こんな感じですね。そうすると安定します。ね、ワンちゃんは全体重を、腕にですね、乗せてますので結構安定しているわけですね。この状態でよいしょと、まあ、立ち上がってもゆらゆら揺れることはありませんね。よいしょよいしょよいしょね。はい。安定するのでですね、全体重を預けてくれますね、暴れることがありません。はい。ですので、今言った持ち方をですね、抱っこするときはやってみてください。はい。今度は大型犬クラスの場合、大型犬クラスはですね、さすがに今の持ち方だとかなり腕力が必要です。はい。ある方はまあ今のやつでやっていただければいいんですけど、大型犬はもっと大きいですし、体重もかなりありますので、その場合はですね、こう囲い込むように持ち上げます。はい。ね、ここのまず胸とお尻ありますね。はい。お尻、ここをですね、まず囲います。よいよ。こんな風にね、手つないでもらっても支えてもらってもいいです。はい。ね、これをね、ちょっと中型犬だとか小型犬にやると逆にやりにくいですね。で、こういう状態で内側にしながらこう持ち上げる感じですね。こういう感じで持ち上げます。いいもんちゃん、いくよ。はい。はいよ。こんな感じですね。よいしょよいしょ。もんちゃん、はい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 。よいしょよいしょよいしょ。あれ、見えなかったかな。よいしょ。あ、いや、オッケー。もう一回じゃあ行こう。見えなかったかな今。よいしょね。よいしょ。はい、どうです。こんな感じです。よいしょよいしょはい。よいしょよいしょよいしょ。はい。ね、はい。まあ、この持ち方はですね、全身をこう安定して持ちますので、力が分散されますので、右だけかなり重たいなとか、左だけかなり重たいなというよりかは、もう全身こう、バランスよく持てるので、あんまり力かけずに、抱っこできるんじゃないかなと思います。ね。ふぅ。
まあ、でかすぎるワンちゃんもやっぱね、いますので、無理に抱っこする必要性はね、ないんですけども、まあ、大型犬の場合、もしね、抱っこする機会があれば、今のような持ち方をしてください。ね。はい。ね。ももちゃんね、あなた、ちょっと。ね。抱っこの季節じゃないね、これね。暑い。暑い。ね。ももちゃん抱っこするとちょっと暑いわ。ね、はい、ということでね、ご参考になりましたでしょうかね。ぜひね、抱っこするときはご参考までに使ってみてはどうかなと思います。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。バイバイ。